もしもし、ばあちゃん、久しぶり。俺だよ。元気？そうなんだ、よかった。あのさ、ちょっとお願いがあるんだけど、お金が足りなくなっちゃって貸してほしいんだ。50万円かな。本当に？じゃあ来週までにお願い。はい、大丈夫です。ええ、問題ないです。はいはいはい、ではまた。はい、任せてください。万事抜かりなく。ありがとう。じゃあ、何見てんだよ。西原。奇遇だな。そうだね。あんなとこでなんで飯食ってたん？ちょっと仕事でさ。仕事？お前が。やった。いやー、あのコミショウくんが仕事とはね。なんて頭だっけな。あ、歩く ATM だっけ。あれ誰がつけたんだっけな。俺だ。悪い。あの時はごめんな。気にしてないよ。嘘つけよ。気にしてるから丸出しだったじゃん。そう。そうだよ。あ！懐かしいな。この木みたいにびっくりなるって言ってたな。高校時代よく来たんだぜ、ここ。あん時は選択肢はめちゃくちゃあったよな。選択肢なんてなかった。あ？なんか言った？あ、お前はあんまり公園とかに来ないたちだったもんな。
今何やってんの？ああ、そうだな。なんて言ったらいいのかな。あ、悪い。たく誰だよ。はい。はい。はい。いや、すいません。もちろん今すぐ行きます。はい。はい。急に仕事が入っちまったからそろそろ行くわ。そっか、またな。これ落ちてたけど違うよね。そんなわけないか。ごめんね。じゃあ俺んだから。え？でも名前書いてないよ。いや、いいから。本当に？おい、やめろ！どうしたの？俺らさ、ダチだろ。な。だからさ、それをさ、こっちにさ、よこせや！てめえダチだろ！待てよ！おい、待てや！してくれたらいいよ。ああ、僕にもこれ紹介してくれたらいいよ。ん、実は中身見ちゃったんだ。僕は実は高校出て1年ぐらい働いたんだけど全然続かなくて、で裏の仕事にもいろいろ手つけてみたんだけどやりがいなくて。高田君だったらこういう仕事いろいろ知ってるんだよね。面白そうな仕事だったら教えてよ。なんだったら僕も手伝うからさ、お願いします。一緒にやってもいいし。お前何か変わったか。え？いや、ただのフィーリング。本当に何でもするか。うん、稼げるなら何でもする。稼げるなら何でも。俺の下についてでもか。うん、そうか、分かった。本当？ああ、本当に。で、何すればいいの？詐欺だよ。そうか。お願いします。え？お疲れでした。お疲れ様です、神岡。ボイスレコーダーです。あっけないな、こんな偽物に騙されるなんて。石原、てめえ札だったのかよ。おい、しろ、おい、しろ、おい、しろ。さあ、さあ、高田くん、これも仕事なんだ。お願いします。それだけ。さあ、お前じゃん、おい、しろ、さあ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 、
出せ、さあ優子さん、ありがとうございました。よかった。はい、もちろん回収しました。はい、大丈夫です。万事抜かりなく。